1900年、レッド、ゾーン、での収容失敗記録写真。アイテム番号、SCP-118。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-118 の用途分布網のため、すべてを収容するのは不可能です。SCP-118 の L 基地のレッド、ゾーンは一般船舶やダイバーから閉鎖され、軍事演習や他のそれらしいカバー、ストーリーが偽装されます。レッド、ゾーンの近くにいることが知られている海軍への接触は、軍事船舶のレッド、ゾーンを通り抜ける航路を最小限にするため有用です。レッド、ゾーン中、深度が1500メートル以上ないエリア上の空域では、航空機においても制限がかけられます。イエロー、ゾーン周辺の人間の活動は全て監視され、非軍事船舶や個人が接近した際、戻るように命令されます。レッド、ゾーン及びイエロー、ゾーンにおいて、SCP-118 の生成物除去を確実にするため指令、トクシック、ハーエスト、が実行されます。さらに、新たなレッドゾーンの早期発見を確実にするため指令、セル、ウォッチ、が実行されます。SCP-118 のサンプルは無毒性微生物 SCP の標準収容手続きにのっとり保管されます。説明。SCP-118 は海洋性原生生物の一種で、物を組み立てる機能、自己改善機能、海水に存在する物質から核爆弾を作り出す能力などを持っています。SCP-118 は未知種であり科学コミュニティによる機密処理も取られていませんが、夕暮れな植物門との類似性がある一方、移動速度や栄養貯蔵量、アルファ放射線耐性は非常に高いものです。生物種 SCP-118 は世界中の海域で見つかっています。生存可能な海水中において、SCP-118 が探索する物質は鉄、金、銅、炭素、トリニトロトルエン、ウラン同位体を含み、かつそれらに限定されません。SCP-118 がそれらの物質を見つけた際、物質の大きさに従い細胞へ吸収されます。単分子、原子、大抵水に溶けているもの、は、特殊なタンパク質性ポンプを通り細胞膜を浸透します。それらよりは大きく細胞自体よりも小さいものの場合、食細胞に摂取されます。さらに大きなものの場合、未知の手段によって分解され、前2種の方法で吸収されます。この、採掘作業、は金属のインゴットといった固体や硬質の物体においてもなされます。吸収した物質が域地に達すると、生物種 SCP-118 はその時点で彼らがいる海域の底の、組み立てエリア、へ向かい、核爆弾製造作業を始めます。組み立てられる核爆弾はウラン235を用いたガンバレル型のものです。組み立て中核爆弾の観察によれば、金属製の円筒形ケースの組み立てがまず始まり、続いて臨界領以下のウラン塊2つとそれらを衝突させるための通常爆薬が生産されます。SCP-118 が採取したウランを濃縮する方法は未だ分かっていません。ホイ4を参照、ウラン塊2つの衝突面からウラン238を取り除きトリガー機構を構築すると核爆弾は完成します。SCP-118 は非常に微量の物質を、最初に、小さな、種子、物質に加えることで必要不可欠な部品を組み立てるようです。異なる原子、分子が同じ部品に付け加えられ、均質にする必要のない部品が組み立てられます。現在未知の方法により、SCP-118 はほんの少しずつ、マイクロメーター以下の微小な欠片を繋げていって、種子を構築していきます。SCP-118 が種子に新しい材料を継ぎ目なく繋ぐメカニズムは未知なるものです。組み立て時間は作られる核爆弾のサイズ、水の状態、ミネラルの入手量に依存しますが、観察によれば中型サイズのものを作るのに平均300日間ほどかかっているものと思われます。核爆弾が完成すると、SCP-118 はトリガー機構の回路への入力を行い、それを起動します。SCP-118 によって生じた核爆発のうち、およそ 90% が20から35キロトンと記録されましたが、報告によれば小さなものは4キロトン、最大で、キロトンにまで達します。人間の邪魔が入ったケースを除き起爆の失敗は観察されておらず、記録された核爆弾は全て起爆されているか、完成前に自ら引き上げられています。SCP-118 の構築する核爆弾は人間の作った同種のものより大きいですが、海水がウラン塊2つを隔てて核爆弾の大部分を占めており、それによって中性子が減速するためにそうなっているものと思われます。
ットの組み立てエリアでも大抵いつも1個から3個の爆弾が製造中で、同時に6個の製造が確認されたこともあります。多数の爆弾が同時に組み立てられ中のゾーンでは、1つが起爆された際他が破壊されたり連鎖的に起爆したりするのを防ぐのに十分必要な距離が取られています。財団は一般市民や他の団体が SCP-118 のサンプルを取得するのを防げませんが、他の種との表面的な類似、量がわずかであること、海洋性原生生物すべてと比較して、原料の豊富な場所以外では不自然な振る舞いをしないこと、異常な生物種についての情報が公開されるリスクを考慮した財団による科学研究の通常監視などにより、細胞サンプルから SCP-118 の本当の振る舞いが明らかになる危険性は最小限に抑えられています。現在、財団は活発な SCP-118 の組み立てエリアを6つ把握しています。組み立てエリアの自然消滅も確認されていますが、SCP-118 に割り当てられた調査員たちは、非常に目立つ影響なしに組み立てエリアを除去することは、現在実行困難であろうという点で現時点の意見の一致を見せています。詳細は実験ログ118、ガンマ参照のこと。そのようなわけで、SCP-118 の組み立てエリアを、レッド、ゾーン、とし、その周りの、イエロー、ゾーン、と共に収容することが確立されました。さらに、SCP-118 が極めて集中しているエリアを、注意ゾーン、とし、組み立てエリアが作られていないか監視されます。収容ゾーンリスト、閲覧にはレベル4クリアランスが必要。レッド、ゾーン。レッド、ゾーン、1、1、中部大西洋。座標。編集済み、ゾーン司令官、ロマノフ船長。メモ、アメリカ海軍艦艇の事故は当レッド、ゾーンの、KM 外側で生じた。レッド、ゾーン、2、1、北太平洋、座標。編集済み、ゾーン司令官、チェンバーズ船長。レッド、ゾーン、4、1、南太平洋、座標。編集済み、ゾーン司令官、ナップ船長。レッド、ゾーン、5、1、インド洋、座標。編集済み、ゾーン司令官、ウェイン船長、メモ。太陽航路に接近することで、核爆発への域値が下がる。レッド、ゾーン、6、1、北太平洋、座標。編集済み、ゾーン司令官、ファジル船長、メモ。アメリカの海底設置型超音機への接近により、核爆発への域値が下がる。レッド、ゾーン、7、1、編集済み、座標。編集済み、ゾーン司令官、船長、メモ。レッド、ゾーンの境界線は市の内部に入り込んでいる。このため平均深度は非常に浅く、エリア内での船の航行量の多さ、と、の緊迫状態、原子力発電、及び市内における財団の要員及び建造物の存在のため、と、レッド、ゾーン内の核爆発は容認できない。加えて、本エリアを通過する船の航行量、指示要空での飛行機の航行量が非常に高いため、いかなる機関でのアクセス制限も非現実的なものとなっている。注意ゾーン、GOI。注意ゾーン、1、北緯、統計、SCP-118 の量は年に約 5% 上昇し、注意ゾーンは年に約 3% 広がっている。注意ゾーン、3、北緯、西経、このゾーンは約20箇所の油田を含むが、SCP-118 の量及び注意ゾーンの大きさは現時点では安定している。元ゾーン、FB。元レッド、ゾーン、3、北緯、統計、かつてのレッド、ゾーン、3で最後に核爆弾が組み立てられたのは1992年で、2000年に SCP-118 の量は通常の海洋と同じレベルにまで下がった。元注意ゾーン、2、北緯、西経、かつての注意ゾーン、2における SCP-118 の量は、1986年通常の海洋と同じレベルにまで下がった。ホイ、118、1、アメリカ海軍艦艇の事故の後、レッド、ゾーンが増大していったことをもとに退去権が定められた。収容司令特シック、ハーエストが更新された。ホイ、118、2、部分的核実験禁止条約への批准、並びに利用できる核爆発発見法の数と性能が増したことで、SCP-118 が引き起こした核爆発の結果は増大している。これらの事実を鑑み、収容指令は改定された。ホイ、118、3、SCP-118 のレッド、ゾーンを収容するコストが膨大なため、王、五郎議会は SCP-118 の組み立てエリアを除去する有効案を要請した。
実験ログ118、ガンマ、閲覧にはレベル4クリアランスが必要。説明。SCP-118 のファイルへのアクセス権限を持つ研究員に、SCP-118 の組み立てエリアを除去しつつ、付随する二次被害は許容範囲内とする計画書の提出が許可される。試験はオフアイブ評議会の許可を得て1回ごとに実行される。試験場所はレッド、ゾーン、である。計画。紫外線放出器を用い、完成前の核爆弾とすぐ周りの場所を消毒する。オフアイブの承認。許可。結果。最初は未完成弾頭周辺のエリアから微生物がいなくなったが、1時間以内に SCP-118 の集中レベルは普段通りに戻った。維持不可能な消毒は効果がないようだ。我々の思いつくどんな方法を用いても、レッド、ゾーンか少なくともその海底には SCP-118 が長期間存在しないようにしなければ。ブラント博士。計画。海底への次亜塩素酸ナトリウム注入。オフアイブの承認。不許可。結果。N.A. どこの薄のろ野郎が海を漂白しようなんて提案したんだ。拡散しすぎて影響なんか出ないぞ。SCP-118 を減らすのに十分な量がどれくらいだろうとも、ひどい環境汚染が引き起こされるな。クラウス博士。計画。組み立て中の核爆弾を破壊するための、爆雷を用いた海底への絨毯爆撃。オフアイブの承認。不許可。結果。N.A. 我々の開示予算を食い潰すことを脇に避けても、核爆弾内の起爆薬の引き金となってしまったり、ヘマ、をやらかしたりする可能性があまりに高すぎる。クラウス博士。計画。コバルト60から直接動力を得たガンマ線放出器を用いた海中、掃除。オフアイブの承認。許可。結果。この処置は、掃除、エリアの消毒という結果になったが、生物種が戻ってくるまでにレッド、ゾーン全域を消毒するにはあまりに遅かった。レッド、ゾーン全域の消毒を維持するための放出器及び船舶の数は実現不可能なものである。レッド、ゾーンから核爆弾を除去できんのは遺憾であるが、思うには画法の回収チームが有用ではあるまいか。ガンマ線は我らが回収中の核爆弾を消毒できるし、ほぼ完成状態のものを回収中に望まれぬ爆発を防げる。それに現在の紫外線やら化学物質での消毒法では届かんところまで行き渡らせられるぞ。トムソン船長、レッド、ゾーン、3のゾーン司令官。計画。レッドゾーンの海底にプラスチック製の膜を張り、着底を防ぐ。オフアイブの承認。組み立て中の弾頭一つに限り許可。結果。最初の試みでは弾頭の周りに張る防水性の封印を入手できなかった。2番目に用いられた薄膜は海の状況に対しあまりにも脆弱で、荒れた場所で避けてしまった。3番目のものはより分厚く頑丈なデザインを用いて製造されたものだったが、SCP-118 の採掘、行動によるものと思われる何百ものマイクロメートルサイズの先傷が数時間で生じた。SCP-118 が古い弾薬ケースに穴を開けてその中の爆薬を採取するってことを考えれば、驚くようなことじゃない。我々は組み立てエリアの封鎖が原材料の封鎖よりも有効だと思っていたが、クラウス博士。計画。化合物を海底に注入。メモ。以前の SCP-118 研究員であり、現在はサイトの科学研究部門にて生物研究に従事している博士により提案された。事前テストによれば、この化合物は SCP-118 にとって致命的であり、拡散せずに沈んでいき、水中では15時間以内に無害な物質へ分解される。オフアイブの承認。許可。結果。1週間にわたり、海底面における SCP-118 の集中度合いは以前の 3% にまで落ちた。レッド、ゾーン中には未完成核爆弾が2機確認されていたが、何の進行も観察されなかった。しかしながら、実験の230日のチレット、ゾーンの 60km 北で核爆発が感知された。エリアの観測器は SCP-118 の急上昇を示し、爆発が起きたエリアの周りはレッド、ゾーンと再分類された。さらに、ある種湯の海洋性バクテリアによる化合物、の予期せざる分解のため、毒である副産物が処置エリアにおける大規模な魚類の大量死を引き起こした。実験が中断されると、レッド、ゾーンでは徐々に元の場所への、再移住、が確認された。レッド、ゾーンを使用不能にしても、ただ単に SCP-118 の組み立てエリアが新しい場所へ移動するだけのようですね。
それでも、もし化合物を改良するか、それともより巧妙な効能のあるものを新しく見つけるかできたら、レッドゾーンを人類の居住や経済活動から遠い場所へと移動できるでしょう。博士。計画、SCP の使用、OF5 の承認、許可、結果。データ削除済み、メモ、SCP はユークリッドに再分類された？クラウス博士。結論、化合物と SCP の利用結果が、レッドゾーンに対するメディアの注目を集め出し、また二次災害の高い危険性のない計画書が不足していることもあり、レッドゾーンにおける実験は延期する。ホイ、118-4、閲覧にはレベル4クリアランスが必要。私たちの研究によって明らかになったのは、ウラン238と比べた際にウラン235がわずかに酸化数が高いという事実を SCP-118 が活用してウランを濃縮しているということです。生物種 SCP-118 は組み立てエリア付近で大量のウランを採取しますが、彼らの発達させてきた細胞小器官には、酸化還元反応の触媒となるミトコンドリア2の小器官が液胞に類似した器官の中にあり、そしてそれが何千も連なっています。液胞類似器官でウランは繰り返し酸化並びに還元されます。高い酸化数のウラン化合物は、鎖を用いて髪型へ運ばれていき、低い酸化数のものは下方へ運ばれます。この結果として、少量の高濃縮ウランが鎖の端へ移動します。研究セクターの研究員及び技師は、SCP-118 の原理を利用したウラン濃縮機のプロトタイプをなんとか作り上げました。過度の量を与えられない限りプロトタイプは兵器転用可能なウランを製造することができませんでしたが、従来の方法よりも非常にコストが高かったものの原子炉レベルのウラン製造は成功しました。現在の限界にもかかわらず、このアイデアには期待が持てますし、私はこの発見を妥当なフロント企業に送りました。博士。